諸行の症状科の方に、症状科の方におりました。で4月に諸部長の研究所の方に移動しました。その監視と予測ということでお話しさせていただきます。アブの4人の方に比べるとちょっとアカデミック性に欠ける発表になるかと思いますが、諸部長で行っている最新の、監視と予測ということについて、ご紹介させていただきたいと思います。まずはじめに、塩素ですが、皆さんご承知の通りでありますが、塩素というのはエルニーニョと南方進路、エルニーニョ現象というふうに、いう場合もございます。太平洋赤道域の日付変更線付近から南米が、赤道域の、東側ですね、赤道太平洋の東側かけて、海面水温が数字より高く、太平洋赤道域の東側で弱い状態というのが、エルニーニョ現象。逆に、太平洋の、赤道域の東側が低くて貿易が強くなる、東風が強くなるような状態がラニーニャ現象ということで、このエルニーニョラニーニャ現象を合わせて、塩素というふうに呼ぶ、場合がございます。気象庁では、こういうのは、塩素とはあまり言わずに、エルニーニョ現象というふうに、まとめて呼ぶことが多いです。で東部太平洋赤道域で、年々の気候変動の原因となる、地球上で最も卓越した太平洋、の結合の現象であるというのが、エルニーニョラニーニャであります。でその影響が太平洋以外の熱帯、さらには中緯度から高緯度へ、全球に伝わりますので、非常にその影響ですね、世界の、天候ですね、あと、社会経済活動にも大きな影響を与えるということで、季節予報であるとか世界の気候予測の重要なシグナルというふうになって、世界各国でこの塩素の監視予測というのが行われています。でこちらは先ほど、お話ありました、一番新しい前回ですね、エルニーニョ現象ですね、大きかったエルニーニョ現象の、こちらは2015年12月の、海面水温のピークだった時の、パターンになりますね。ここ、気象庁ではエルニーニョ監視海域と呼んでいますが、ニーニョ3と呼ばれる海域、この辺りが、3度を超えるような海面水温偏差になっています。でこのエルニーニョ現象、気象庁の定義では2014年夏に発生しまして、2015年の11月から12月にかけて再生、2016年春に収束ということで、こちらニーニョ水位、エルニーニョ監視海域の海面水温の変化を表していますけれども、2014年の6月からこの 0.5 プラス 0.5 という基準を超えまして、大きくなって 3.0 度上昇で、2016年の春ですねに収束という、このように大きなものとなりました。で過去のエルニーニョ現象、東大ニーニョ現象と比較しています。こちら1950年からニーニョ水位の、海面水温の変化を表していますけれども、一番大きかったと言われている97年、98年、こちらも世界の気候に、大きな影響を与えたエルニーニョ現象でした。であと82年、83年であるとか、72年、73年も、非常に大きいものでした。で、2014年から16年、特に2015年に大きく発達したわけですけれども、これは私が勝手に言ってますが、4大エルニーニョ現象ということで、このピークの値だけで比べると、3番目に大きな値だということになります。この4つ以外は少し間を空けて、ピークの値は低いということで、この4つが断トツで大きくなっているということになります。で、エルニーニョ現象、このように、数年から、数年の間隔でエルニーニョラニーニョ現象というのが、赤がエルニーニョ、青がラニーニョということで、起こっているというのが、です。で、2015年、強いエルニーニョ現象が発達しましたが、気候にも大きな影響を与えました。2015-16 の冬は、暖冬だった、なかなかスキー場が多くできないというのは、新聞等、マスコミ等でも報道されていました。気温ですね、こちらは平年気温偏差で、北日本、東日本、西日本、沖縄奄美という4地域の、こちらが9月から、2015年の9月から2016年の2月までの時系列書いてありますけど、赤いということで、冬の期間ですね、非常に暖かい冬だったということがあります。またこちら2015年に発生した、異常気象、気象庁で、まとめている異常気象になりますけれども、アジア南部や南米北部での高温勝負などに影響を受けるエルニーニョ現象が大きく影響したというふうに、判断しております。また2015年の世界の年平均気温も、それまで、あまり、世界の年平均気温というのは
あまり上昇 してなかったわけですけども、14年、15年と、まあ、連続して、過去最高を記録、まあ、16年についてもまたさらに更新したということで、この、強いエルニーニョ現象の影響というのが大きかったということが分かっています。で、気象庁ではこのような、まあ、エルニーニョ現象ですね、1992年から、監視業務を開始しました。エルニーニョ監視速報、今も毎月10日頃に発行しております。エルニーニョ現象の実況と見通しについて発表したのが第1号が92年になります。でその後海洋データ透過システムを運用し、これは監視のためのものです。その後1998年にエルニーニョ予測モデル、対象海洋結合モデルの運用開始で、99年には、そこにエルニーニョ監視速報にこの予測モデルに基づく予測情報を掲載する。でその後こう、主に、まあ、概ね5年から7年、おきに、新しい大会予定表モデルを導入して、現在に至って、今使っているモデルは2015年に、開発し、導入した、エルニーニョ予測モデルで、実はこのエルニーニョ予測、季節予報と同じ大会予定表モデルを使い出したというのが2010年。それまでは、大気モデルを使って季節予報は行っていましたけれども、この2010年から季節予報とエルニーニョ予測モデルを一体融合して、予報、予測、季節予報とエルニーニョ予測を行っているということになります。で、このように、まあ、歴史が20数年あるわけですけれども、その中にこれエルニーニョ、エルニーニョというのが発生しているということで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9回ですね。あのエルニーニョ予測というのは、エルニーニョ、ラニーニョが起きることを予測するだけじゃなくて、まあ、起きないということを予測するのも大事ですので、決してこの8個のためにやったというわけではないんですけれども、熱帯性エルニーニョに含む熱帯の、予測というものを、この20何年間、行ってきております。でこれが、まあ、毎月10日頃に発表する、まあ、エルニーニョの熱帯性速報。でこれ一番最新の5月12日に出たものでして、今1、2、3、4、5、6、7枚、7ページの量で、こちらの方はかなりその、詳しい図が解析の絵が載ってまして、かなり今マニアックというふうに言われております。で通常はこの1枚目と2枚目ですね、1枚目にエルニーニョの予測で、2枚目に解説の文章がありまして、まあ、今こういう過去こういう状態で、まあ、エルニーニョの確率としては終わり程度ですね、これから発生する秋の初めまでに発生する確率としては 50% ということで、まあ、確率として、予測の情報を出しております。まだご覧になったことない方いらっしゃいましたら、ぜひ気象庁のホームページで、毎月10日頃に発表しておりますのでご覧ください。で、早速まあ現象の監視ということで、まあ、どういうことをやっているかというところについてお話しさせていただきます。まあ、当然エルニーニョ現象ですので海面水温がすごく大事だということです。で、まあ、海面水温、まあ、現象の監視に不可欠であります。で気象庁では高ベース SP と呼ばれる、海面水温のデータセットを作成、毎日作成して、まあ、それを監視しています。でこれは世界中で観測された海面水温、船舶、部位などの現場観測を用いて、緯度経路一度ごとに作成しております。で1891年から作成しておりまして、マイスの監視にはデータの信頼性などを考慮して、1949年以降のデータを使っています。ですので、まあ、エルニーニョ現象、1949年以降、1950年以降のエルニーニョ現象という形で、気象庁では解析を行っているということです。これはですね、2017年4月25日の解析に用いた海面水温の観測分布ということで、およそ32万点のデータから、この4月25日のデータを作成するということを行っています。これはまあ毎日行っています。でそのようにして作成された海面水温が、まあ、2017年4月、まあ、このような状態で、まあ、非常に西太平洋で30度以上の高い海面水温。またこのデータセットは全球の平均の海面水温、長期変化の監視にも使っております。まあ、このように2014、15、16とちょっと見づらいですけども、最近、気温もそうですけれども、海面水温も上昇、最高を記録したというところも、こちらの海面水温の監視から得られている結果になります。またですね、エルニーニョ現象、当然、海の表層の水温が、まあ、非常に重要になる。トリガーとして、海の中の、水温や気層の変化というのが、重要になってきます。でこちらは、表層の観測世界ですね、気象庁で、
使用している、海洋の表層観測グループ2017年4月の1ヶ月間で観測された、もの、になります。でこの赤い点線、赤い点がですね、赤道の太平洋のところになる赤い点が、赤道のところで、設置されているタオホライドアレイ、V にずっと同じ場所にあるものになります。タオはビンガーのドアが、利用していまして、ホライドは日本のジャムスさんが、利用している、まあ、非常にそのエルニーニョ現象を、監視する、また予測するために、非常に重要な観測になります。これは深いところまでずっと温度とか、温度、あと、まあ、流速であるとか、あと海洋の気象要素などを、常時今観測している重要なポイントになります。あとこの、緑色のところは、まあ、アルゴフロートと呼ばれて、これはまあ流れに沿って自由に動くフロートですけれども、まあ、2000メートル、海底2000メートルまでこう下がってまた上がっていく、その間に観測を、しながら、世界中を今3900点ぐらいになります。日本はそのうち170点ぐらい、その投入ですね、行って、今世界中に今4000点近くで、ばらまかれていて、まあ、これも非常にその重要な海の中の情報を得る、重要な観測網になっています。この2つは大きいです。まず、あ、従来からありますように船舶の観測というのも非常に重要なものになっています。でこのようなデータですね、もちろん気象庁が全国となっているわけではありませんで、観測体制国際協力ということで、世界各国の観測データをリアルタイムに国際交換できるような今システムになっています。タオトライクのアレイであるとか、衛星海面高度計も、まあ、重要な、どこで海面高度か、海面高度高いところが高度水温が高い情報になりますので、非常に今重要なデータになります。あと、まあ、アルゴですね、このようにこう海の中を降りて上がっているというデータ、まあ、船舶観測であるとか、そのようなデータ、観測データをリアルタイムに国際交換して、それぞれの国、機関で、開始、監視、予測を行っているという状況にあります。で、まあ、一つ課題ですね、として挙げられるのが、まあ、それぞれの観測システムというか、それぞれのところの、それぞれの、機関の予算で行っているという、まあ、非常にその、世界でお金をばらまいてやっているものではないので、まあ、そのシステムの維持の難しさというのが非常に今叫ばれていて、まあ、どこの機関の予算が削減されたりして、観測機器を維持するのが非常に難しくなっているということで、まあ、今国際的な枠組みの中で効率的な観測システム維持管理が必要ということが、まあ、世界で危機的に今、考えられていまして、TPOS2020 という効率的な観測システムをどうやって作っていこうという、まあ、国際的な枠組みは、まあ活動を、行われていまして、まあ、その中で、いかに、うまく、予測の質を落とさずにこう観測システムを効率的にやっていくかということが議論されているところです。で、まあ、このような世界中で集められたデータというのは、海洋モデルの方に、海洋データは海洋モデルと合わせて、まあ、いわゆる海洋データどうかという、まあ、大気の再解析と同じように、まあ、海洋データどうかによって、今、時空間的に均質な海洋データが5日ごとに、解析されて、出てきます。このようなものが、5日ごとに出てきます。で、まあ、海洋の監視に使うというのと、あと先ほど、TPOS2020 という枠組みの中でですね、こういう海洋解析、気象庁で行っていますけれども、世界各国、研究機関、研究機関でリアルタイムに行っている海洋解析の国際比較というのを行うことによって、まあ、自分たちの、データ、の、データどうか、あとデータの扱い方というのに、まあ、落ち度がないかとか、あと、まあ、そういうところをチェックする、重要な比較実験というのも行っています。で、まあ、こういう、表層水温の監視、これ2015年12月の、まあ、エルニーニョがピークだった頃の例ですけれども、こういうように東太平洋ですね。で、7度を超えるような海面水温があって、まあ、その上は3度、海面水温としては3度だったりとか、まあ、このようなものが5日ごとに、監視ができるという状態に今なっています。で、こちら、もう少しその、ホフメアですね、上からホフメア時間、で、こちらが経路、赤道上の、表層水温の平均、800メートル平均水温偏差を表したもので、ケルビン波が、東の方に進むというのが分かります。2015年になりますと、東太平洋のようにも真っ赤になるということで、まあ、これが SST の偏差になる。
けれども、このような表層水温の暖かい水が東の方に到達することで、現象がさらに発達するというような、このような時系列の監視というのもできる。でこれはまあそれを時系列を断面図で書いたものですけれども、徐々にこう東の方に伝わっていくような、まあ、こういう様子も、まあ、5日ごとに、把握する、まあ、監視するということができます。まあ、このように伝わる、こういう、すみません、出てきました。まあ、このように、泥水、断水が伝わって、SST が変化するといった状態が、まあ連続的に監視するということができます。あと、まあ、台風の方につきましては、気象庁では JR55 ですね、の、まあ、解析を運用しております。で、まあ、それと、あと、OLR、まあ、NOAA からの、まあ、データとして、OLR を使うということを行いまして、台風の方の監視も、熱帯を中心に行っています。まあ、これは2015年の12月ですけれども、西太平洋で対流が活発。こっちが対流活発で、こっちが対流活発です。なってまして、西風偏差が卓越するような、赤道上で西風偏差が卓越するような、まあ、こういう、ものも、監視、合わせて海洋の監視とともに、台風の方も、まあ、監視しているということになります。で、これは、まあ、ちょっと時間が、あまりないですけれども、その赤道の季節内震度、2014年と15年のこう違いなど、比べますと、こう赤道、季節内震度、このようにこう、黒線で書いたような、赤道季節内震度の、が明瞭な、年と、この時はエルニーニョがすごく、発達した時期ですね、エルニーニョ現象が発達した時に、赤道季節内震度が明瞭だったというような、このような年の違いも、監視することができます。で、まあ、エルニーニョ内速報にはですね、まあ、塩素に関連する、まあ、マップではなくだけではなくて、代表的な指標、まあ、エルニーニョ監視海部の海面水温、南方浸透指数、あと風の状態ですね、東西部の指数であるとか、まあ、OLR 指数と、まあ、このようなものを掲載しております。で、このような監視の指数からですね、現在のエルニーニョ現象の状態、まあ、エルニーニョが起こっているのか、起こっていないのか、ラニーニョが起こっているのか、起こっていないのかというところを判断する材料としています。で、またですね、インド洋、そうですね、小坂さんからお話があると思いますけれども、インド洋の熱帯域というのは非常に重要だということが、本線に入って、言われています。で、気象庁でも、エルニーニョ現象が発達した後ですね、インド洋が遅れてですね、上昇するというところについて、まあ、着目いたしまして、まあ、特に2015年、16年、ニーニョ3がこう上昇したピークになった後に、インド洋の熱帯域の海面水温が上昇するといったような、まあ、関係を、統計的にあらゆる関係も、まあ、確認しており、まあ、その影響として、この、西太平洋ですね、北西太平洋の、対流活動の不活発というものが、まあ、現れたという、まあ、判断をしております。まあ、特にそういう状態が、影響したというのが、まあ、遅かった台風1号ですね、2016年の台風1号というのは7月に起こりましたけれども、まあ、これがそのエルニーニョが起こった、まあ、収束した年、インド洋が上昇して、インド洋の海面水温が上昇して、この北西太平洋の対流を、抑制して、台風が発達しない状態が前半に続いた。で、特にこの年の前半に、台風が、2発であった年というのは、エルニーニョ現象が、起こった翌年、この遅かった日中ですね、並べますと、この4つが強いエルニーニョ現象が起きた、まあ、4大エルニーニョ現象の、収束年に当たるということで、まあ、エルニーニョ現象が、このインド洋を通じて台風の発生抑制に影響したというふうに、考えております。で、まあ、塩素の予測につきまして、まあ、こちらは、一般的な資料、説明の資料になります。大気の現在の状態や、陸面の状態、海洋海上の、まあ、現在の状態というのは、先ほど、まあ、塩素の監視のところでお話ししました、再解析海洋データ等か、等で、監視をしております。まあ、これを、現在の大気の海洋の状態を初期値として、物理法則に基づいて、将来の大気海洋の状態を計算する
ということで、MEA 予測、季節予報ですね、3ヶ月であるとか、冬、夏の予報戦の暖寒高気予報というのを行っております。で、塩素は、予測される大気海洋変動の一部であるということで、塩素をピンポイントで予測しているというのは、全世界、地球の大気海洋を予測する中の現象の一つとして、塩素を予測して、情報を発表しているということになります。ではこれはモデルの説明になりますけれども、110キロ、海洋の、大気の海洋が110キロ、海洋の1度かける0.3度から0.5度といったような、中海層数、いわゆる中海層の、海気海洋結合モデルを用いております。で、この今51メンバー、こちらエルニーニョ現象が発達する2015年の4月から予測したものになりますけど、51個の予測から、このようにエルニーニョ観測で、発表するような、範囲です。確率の、範囲として表しています。赤で書いたのがこの実況で、ピークのなるのが、予測の範囲に入っているということがお分かりになったと思います。で、これはマップで示したもので、51メンバーはどういうふうにやっているかというと、4月1日からの予測ですと、3月17日、22日と5日ごとに、13個ずつ計算をしています。で、一番古いやつは12メンバーで93、93、93ということで、全部で51メンバーの平均を取りまして、このような10月にはこのようにエルニーニョが発達するという予測を行っています。で、その1日ごとに、予測はやっているんですけども、発表する、次に1回、では、過去の、このような4初期日のデータを集めてきて、51メンバー、50個の、予測を集めて情報を出しているということに、あります。で、その先ほどの4月の、話、4月からの予測の話ですけれども、2015年、このように、非常に大きなレベルになりましたが、じゃあ2014年も、そこそこのレベルになるという、世界各国の、機関が予測しておりました。で、気象庁もそのような予測になっていたわけですけれども、このようにですね、なかなか当たる年もある、当たらない、たった年でも、ないことはないという。になります。世界的にもそのように、同じような傾向を持っていたということになります。で、じゃあ、気象庁のエルニーニョ予測、そんな当たらないのかというと、ここは止まり相関ですね。春から、秋を予測した止まり相関で、0.7 ということで、これは各月の予測を、こう書いてありますけれども、ここから言えるということは、塩素半年程度先ならば予測が十分可能で、世界の燃料機関の中でも、気象庁、今はトップクラスの予測成績があるということです。ただ、その中でも、やっぱり当たらない年というのは、出てきてしまうということは、あると思います。で、塩素の見通しですね、せっかくなので、今の塩素の見通しについて、お話しいたしますと、現在は、それほど大きな顕著な、表層にですね、顕著な、シグナルというのはありません。で、現在、0.5 度付近ですね、エルニーニョ3の値として 0.5 度付近で、エルニーニョの境、ギリギリのところを今、行っています。で、今後もですね、大きく発達するという見通しにはなっておりませんで、エルニーニョが発生する可能性、秋の初めまでに発生する可能性というのは 50% という情報を出しております。で、これも日々、監視をして、予測をして、おりまして、次回6月9日に新しい情報を発表する。ということになります。で、このような予測情報は国際的にも協力を行っています。で、こちらはエルニーニョ観測法の英語版 OTCC の、東京クライメートセンターのエルニーニョアウトルックという形で、発表しておりまして、東南アジアなど、他の国々でも利用されています。で、また世界気象機関 WMO では世界の、各国の原料研究機関による塩素の予測監視と予測を取りまとめて発表しております。3ヶ月に1度ぐらい発表しております。で、気象庁もこれに貢献しております。で、4月末に発表したのでは、2017年後半に大量炎症が発生する可能性は 50-60% というふうに言われています。で、こちらはアメリカですね、IRI という研究機関も、各国の研究機関、原料機関の予測を集めて、このような発表を行っています。で、ここ気象庁、見づらいですけど、赤で丸つけて、ここら辺が気象庁で、力学的なモデルを使った予報の平均は黒、大体 0.5 度から1度ぐらいの幅のところにあるということで、規模としてはそれほど強くはならないといったような情報を出しています。
まあ、このように気象庁からも監視予測の情報を提供していると、まあ、このような協力が行われています。で、まあ、最後になりましたけれども、まあ、こちらは、まあ、塩素というのは非常に重要であるということですね。気候への影響も大きいために監視予測の重要性、まあ、必要であるということ、あと、まあ、塩素の監視予測では海面水温、あと大気の変化、このようなものをきちんと把握する必要があるということで、海洋の海面水温解析であるとか、データ動画システム、あとエルニーニョ予測モデルの開発、という、まあ、開発ですね。こちらを行って、最終的なエルニーニョ観測法というのを、まあ、出しているということになります。で、このようなエルニーニョの実況と見通しというのは、天候の解説、施設予報、海洋診断などの発表にも利用されています。で、まあ、今後の課題ですけども、当然こういう観測システムをきちんと構築していくということ、高精度な海洋解析データを作成していくこと、まあ、エルニーニョ予測モデルの改善というのは、まあ、日々、重要な、昔からやられていかなきゃいけない重要なことであります。で、まあ、再現すべきに言えば、さまざまな時空間、生き物、まあ、気候変動との関係、との、まあ、関係の理解と予測ということで、まあ、例えば10年規模変動であるとか、そのようなものが、今のエルニーニョ、ラニーニョの、状態ですね。どのように影響しているかというところはまだ十分分かっていない。で、予測の中でもどういうふうに発展していけるのかというのもまだ十分、理解はされていません。またですね、まあ、2000年代になりまして、特にエルニーニョモド期といった、今までのエルニーニョのように東部太平洋を中心としたものではない、現象ですね、もう、言われていまして、そのように多様な塩素ですね、こういろんな塩素としてもいろんなパターンがあります。このようなものをきちんと、まあ、メカニズムで理解して、まあ、予測をきちんとしていくということが、まあ、非常に重要になって、まあ、これからの課題であるというふうに考えています。以上です。はい、どうもありがとうございました。はい、それではただいまの安田さんのご発表につきまして、なんか簡単な質問もしございましたら、はい、またお願いします。マイクをつけてください。それから恐縮ですが、所属と名前をちょっと言ってからご質問お願いします。筑波大学の名前ですけど、こちらのコメントありがとうございます。ちょっとご紹介いただいたその2014年に、各国の、予報機関気象庁に入れているニーニョが、まあ、発達すると言われていたのを、どこの機関も、まあ、発達しなかったということをうまく予測できなかったというのが、いろんな説明の仕方が今されている。結局のところ何が変えていなかったとか、それを見なくて今後その予測の精度が上がっていくことが期待されるのかというところについてお聞きします。はい、まあ、直前のエルニーニョの予測、非常に重要なのが、表層の水温になります。で、まあ、直前ですね、2月3月4月が、まあ、かなりその表層水温が暖かいのが溜まっていたので、まあ、エルニーニョをいつも見ている人だと、ああ、エルニーニョになりそうだなという感じで見ていて、まあ、予測もそういう予測になっていましたけれども、実際はですね、まあ、いろんなその天気災害にいろいろこれが重要だというのは、もちろんあると思います。で、実況的に見ると、これ2014年ですね、このようにも、断水がこう走ってですね、これ接点が深まっているということで、まあ、この走っている時点でもエルニーニョになりそうというのがなんとなくモデルもそういう予測をしていたと思います。で、その後ですね、東風が吹きました。一時的に東風が吹くということで、かなりすると弱まってしまったということで、その大会や相互作用のフィードバックが十分働かずにいってしまったというのが、実況的に見た、ものだと、まあ、こういう細かい変化がうまく予測できなかったというところが大きなポイントになるのかなというふうには考えています。実はこの2015年も同じように、これを見ると同じように男性が走っているので、じゃあここでなぜこれが起きなかったかっていうところです。まあ、そこら辺はそのメカニズムには全然まだよく分かっていないと思いますけれども、実況的にといいますかね、それを見ると、ここの東風は結構ポイントだったかなというふうに私は考えています。はい、他にもう一